山和姫命を祀る山和姫宮。山和姫命は、危機等に伝わる古代日本の皇族。日本初期では、山和姫命。古事記では、山和姫の命と表記される。第十一代水忍天皇の第四王女で、母は皇后の日和姫命。水忍天皇二十五年三月日の絵るに、天照大臣を伊勢の地に祀ったとされ。 西宮の伝説上の起源とされる人物である。矢野源月、後大神宮法師。右下上部の女性が、大和姫命。第十大主人天皇の王女、豊月入姫命の後を継ぎ、天照大臣の三枝台として、大和国から伊賀、大江、美野、尾張の諸国を経て、伊勢の国に入り、神託により、後大神宮を創建したとされる。後に、 当位の討伐に向かう日本穂高に草なぎ県を与えている。伊勢では伊勢の地に工事、上御領に埋葬されたと伝える。伊勢の地でマテラス大臣を祀る最初の御子と位置づけられ、これが制度化されて後の五木の宮となった。伊勢神宮を創始した時のマテラス大臣から山和姫命への信託は日本書紀に次のように載せる。せかみ風。 伊勢国即すねよの波重労帰国なり某国か、霊国なり、欲挙世国の伊勢の国は、常世の波の重労帰する国なり、蕎麦国のか霊国なり、この国にいらむと欲不追人天皇25年3月日のエサル城意味は、伊勢は、常世の国からの波が、何へも寄り来る国であり、偏境ではあるが、美しい国なのでこの国に鎮座しよう、ということである。 宇治山田良母さんコーチ、山戸姫命に関して、宮内庁による事情簿はない。ただし、三重県伊勢市山戸町にある宮内庁の宇治、山田良母さんコーチでは、山戸姫命が、悲惨候補者に想定されている。遺跡名は、ビブ古墳で、宝墳である。通称は、尾上五両、山戸姫命五両。このビブ古墳は、伊勢神宮の内空と下空との中間に位置する間の、 山に位置する。永宝2年の書写奥垣のある、高倉蔵東秘書にはすでに美部の御領の記事が見られ、江戸時代初期の、神風粉よろ、大神宮神道ある門などでは、山和姫御領として見える。また、美部御領起源によれば、明治年間に発掘されて、銅館、鈴、栖駅などが出土したというほか、1921年の実測図によれば、紛糾は、方形で、 横穴式石室が南方向に開港した。その後、1928年10月に、宮内省により両母参考地に事情され、現在は宮内町により管理されている。なお、隣接する倉田山では1922年に内空別宮の山和姫宮が創建され、山和姫命が祀られている。山和姫命を、 三国志疑似和人伝に載せる山大国女王の卑弥呼に否定する説がある。これは命が神を祀る役目を負っていたことに由来する。ビブ古墳に関するカテゴリー。ありがとうございます。